働きたいんだけども能力がない人間っていうのを徹底的に排除する社会になるんだろうなと思います役に立たない奴は11万円もらって遊んでろっていう制度なんですよ優秀な人間だけが生産をやり優位に立ちいい生活をするのでそうでない人間は最低食ってくだけは保証してやるからもうせめて邪魔しないでくれと企業っていうのは有能なだけの人間と ロボットとプログラムだけで運営したいと。お前らは毎月十一万円っていう手切れ金払ってやるから一生遊んでてくれよと。その代わり丸の内には来ないでねっていうような世界でもあるんですよね。ベーシックインカムって何かっていうとですね、えー、国民一人一人にですねお金を渡してしまってそれで生活費にしながれよっていうですね。 まあ、あのシンプルな考え方なんですねで、えー。なんで今こんな話をするのかっていうとフィンランドでですね2016年来年の秋までその議論を進めるとで議論の行方によってはひょっとしたらベーシックインカムを導入するかもわからない。 で一応その国民投票みたいなものをやったそうなんですけども一応7割ぐらいですね導入に賛成してるんで多分導入するんじゃないかというふうに言われてるんですねで1人当たり月額800ユーロつまり11万円っていうのをですね支給するというのをですね、まあ、実験としてやってみようと、まあ、すごいですよね、えー、1人当たりですね毎月毎月11万円を支給してしまうとでもちろんこれには議論もあってですね、まあ、みんな働かなくなるとかですね もこれネガティブな意見ではみんな働かなくなるんです、ね。でポジティブな意見っていうのがあってですね。ポジティブな意見というのは何かって言うと、生涯生きている限り毎月11万円もらえたらみんな貯金するよりはお金使うようになるから経済が一気に活性化すると。 確かにその通りですね。いろんな政策をやってもですね例えば日本でも不景気がなかなか収まらないのかっていうと企業内の留保金っていうのもあるんですけどもそれ以上に個人の貯金で全く動かない金っていうのが2,800兆円ぐらいでしたっけ なんんかそれぐらぐららいいああるるですね。2810円と。これをベーシックインカムを払うことによってあれそれだったら別に貯金あんまりしてなくてもいいやって言ってみんな貯金をどんどんやめて目先の楽しさでお金ガンガン使うようになると経済が一気に活性化するというそういう読みもあるので,です、ね、あの言われてるメリットの中にはそういうふうなものもあるんですよね。で その他にもですね、オランダのユトレヒトっていう街がありますよね。ユトトレヒト条約でしか知らないような町なんですけどそこもですねそのちょっと実験的にですね、オランダのユトレヒトでもベーシックインカムの導入しようというふうに言われてるみたいです。さてその代わりですねフィンランドが言ってるのはですね福祉予算ですね。とりあえず国民に対する福祉っていうのをです、ね、月額11万円払う代わりに全て停止するって言ってるんですね。 この全て停止するっていうのがどこまで停止するのかっていうのが多分、まあ、肝だこれからやるところなんですけどもこれ僕らの例で言ってみるとですね月額11万円支給してくれる代わりに公的援助が一切なくなる例えば国民保険もなくなるかもしれないですね。で年金も当たりり前だけどなくなくます。でひょっとしたら教育費とかの 法的援助、つまり公立の学校というのも全部なくなってしまうかもわからないつまり全てが自己責任になるとその代わり国がおぎゃーと生まれてから死ぬまで絶対に毎月毎月11万円くれるというですねなんかそのなかなか悪魔の取引っぽいですよね。 じゃあ、毎月毎月11万円で暮らせるのかって言われると誰が毎月毎月11万円だけで暮らせと言いましたと結婚すりゃいいじゃないですかとそしたら2人で毎月22万です子供作りゃいいじゃないですか子供三3人作ったら嫁さんと子供三3人で毎月55万ですよ食えるでしょって言われたら確かに食えるよなというようなことになってくるんでまあまあ人口がだんだん減ってる国に対してはですね それはもうあの簡単に国民1人当たり11万円って言われた瞬間にハッと思いつくのはじゃあ子供作れば作るほど得じゃんっていうふうに思うわけですよね。でさあどういうふうになるんでしょうね。フィンランドの実験に関してはですねちょっと経済の偉い人に話を聞いてみたんですけども意見いくつかありましたまず一つ目はですねもともとフィンランドはですね11万ぐらい払ってるっていう意見です、ね。つまり 北欧の国っていうのは、ですね、社会保障がすごいので、実は国民に対してですね。一人平均11万円ぐらい、すでに払っているというんです、ね。社会保障の金額として、なので、それをもう現金でポンって渡すことにしたら、ですね。かえって、予算があの少なくて助かる、あの経費が少なくなって助かるよ、という考え方もあります。次にですね、言われたのがですね。北欧の国っていうのは、実はユーロ圏ではないと。 ヨーロッパの中でですねユーロ圏でそんな実験したらえらいことになるんだけども北ヨーロッパというのはですね他の国に比べて、まあ、まず自然状況としても雪に覆われてるというのもあるしあと山がすごい険しいと。なので鉄道があるにあるんだけども僕らが考えるヨーロッパは、まあ、電車ですぐに移動できるというふうに考えるんですけどもあの北欧というのは全然そういうふうになってないのでですね 実験がやりやりすいと。例えば日本でベーシックインカムやったら日本人でベーシックインカム制度をやったらどういうふになるのかっていうのは先の予想がつかないとまず人口が1億3,000万人もいてそんなところでやったらどんな影響が出てくるのか全く分かんないしそれがアメリカでもですねドイツでも例えばギリシャでも同じなんですよね。 その周りの環境を受けやすい国でやったらですね、他の国がどういうふになってくるのか移民とかどういうふにするのかというのはもう全然読めないんだけどもところがフィンランドみたいな地の果てのような国っていうのはです、ね、経済学者に言わせればあそこはもうフラスコとか試験管と同じですよといわゆる化学反応がはっきり分かりやすいこんな実験したらこんな影響が出るっていうのはもうほとんど <laughs> 物理実験のようにはっきり分かってると。なので、でフィンランラドで 言い方悪いけどもフィンランドで実験しても何の意味もないですフィンランドで実験したらそれは経済学者が言うとおり消費が増えるだろうし国民貯蓄率は減るんだろうけどもどんな恐ろしいことが起きるのかというデメリットっていうのはほとんど出てこないそれは何だかと,いうと隔絶された環境だからだとただ単にあ社会保障費が安く済んでよかったねっていうような実験しかならないのであんま面白いことにな,ならないと思いますという意見が2つ目。で3つ目はですね。あれはなんか 人口があのそれはですねその日本に比べてですねだってあのフィンランドっていうのは GDP が20分の1なんですよ日本に比べて。でその代わり人口も20分の1ぐらいの国でありましてですねあのすごいコンパクトなんですよね。でこういうコンパクトな国にはベーシックインカムみたいな大規模な社会実験っていうのかな。 っていうのはできるんだけども、日本みたいな大きい国には、まあ、人口があの大きいので影響が大きすぎると反対する勢力もすごく大きすぎるのでちょっと向いてないというふうな意見がありましたんでですねなかなかこれが僕らが生きてる間にですね日本でされるかどうかはわからないんですよね。でまああの経済学やってる人とか社会評論家っていうのはですね基本的に現状肯定の人が多いんですよ。つまり 自民党政権はまあこのまま行くだろうとかです、ね、官僚の力は強いからあのそれがなあの減るなんてことはありえないというかです、ね、完全なその現状追認型の人が多いんですね。で僕はファンですから、 現状をどこまで変えれば最も理想的な体制がやってくるのかという社会実験が大好きな性格なので,です、ね、そういういい人と話してもあんま面白くないです。だからその、せっかくのフィンランドでベーシックインカム制度のなんかこう議論が始まるそうですねというふうに言ってもです、ね、もうみんな話に乗らない乗らないもうなんかそんなことよりそんなことよりギリシャの破綻の方がとかですねいやなんかいろいろいよいよスペインのカタローニャ地方がユーロから分離するかも分かんないってそういう話ばっかりしたからですね。で そういう話は俺はどうでもいいい話はどでもよと。ベーシックインカム制度を導入したらどういうふうになるのか語ろうよって言ってもなかなか乗ってくれないので,です、ね、今日本ではですねそのベーシックインカム制度っていうのはいろんなところで議論されてるくせにですねさて僕らの生活に導入されたらどうなるのかっていうとまあ働かなくなるんでしょうね大部分の人は。 で、今ご飯を食べるために生きるためにバイトをやってる人たちっていうのはほとんど仕事をしなくなると思うんですねそれは時給800円とか900円とか1,000円のために深夜の牛丼屋で働くなんて真っ平らだっていうふうに思ってる人たちはもう月11万円もらえたら正々堂々とですね仕事を辞めちゃうと思うんですねでその代わりやりたいことをやるために時給200円とか300円ぐらいのバイトをする人は結構多いんじゃないかな。例えば 毎月11万円もらったら働かなくてよくなるんですけどもそれを言い出したらですね大大学学生ははに来ないはずないずんですよ。例えば大学ではですねいちいち出席取らないよとレポートだけ出せばいいよとか試験さえ受ければいいよっていう科目がかなり多いですよねでも大学生は大学に行くんですよ。それは何かっていうと大学に行かないと不安だからですよね。 実はベーシックインカムが導入されて僕たちは働かなくてよくなったからといってですねつまり職場的なものは絶対に欲しいしその誘惑を断ち切って家で延々絵を描いたりアニメ見たりだけできる人というのはあんまりいなくなるんではないのかあんまりいないんじゃないかなっていうのが僕の読みなんですけど次にですね たった1人で11万円もらって暮らすとかなり質素な暮らしになるんですよね。11万円という金額は例えば東京だったらまあ5万ぐらいのアパートに住んでそのほか光熱費とかですねネット代とか払ったらまあ1日あたりの小遣い1,000円食費含めての小遣いが1,000円か1,500円ぐらい。 っていう生活なんですよね。でそうするとまあなんとか食っていけるギリギリラインの生活なんですけどもなってくるとちょっと条条件件が、自分のの好ききななとところで働きたくくってくるんだと思うんですで、まあ、今コメントにもありましたけど、まあ、みんな田舎の方へ流れていくのかそれともベーシックインカムがあるから日本中好きなところに住めるからこそ東京でちょっと無理して暮らしてみようかとかいろいろ人分かれると思うんですけどもちょっと稼ぎたいなさっき言った 大学に行かない学生は実は少ないっていうのと同じように、ですね、ちょっと働いてみたいという人がやたら増えるので、そういうちょっと労働というのがすごく増えるだろうなというふうに思います。なんだろうな、フィンランドで導入されるかどうかわかんないですけど、まあ、国民投票で一応あの7割ぐらい賛成って言ってるから、多分ね、導入されるでしょう。で、僕らは多分、それが日本で導入されると、週に2、3日働いて。 でその代わりみんながあんまりやられたくないような職業っていうのは逆に言えば時給を増やすしか対抗手段がなくなくくってくる。まあますますよねで。毎月毎月11万が保障されてるからあんまり貯金する人はいなくなってくるだろうと。ということと同じようにあのルームシェアとか結婚とか子供を作る人がやたら増えてくるだろうと思います。まあその 大きく社会が変わるところで、誰かねそのベーシックインカムの制度が導入されたら社会がどうなるのかっていう SF 書いてくれりゃありがたいんですけどラノベでも読みますからですね萌え系でも読みますのでやってくれればいいなと思うんですけどもそれはもう一つはね闇の世界で言うと働きたいんだけ働きたいんだけども。 能力がなないい人間っていうのを徹底的にに多分排除するる社会になるんだろうなと思います今でもその福祉政策というかそれの一環でですね例えば車椅子の人も働けるようにとかですねあと先天的な障害がある人でも働けるようにみたいなものが一切なくなるわけですねつまり役に立たないやつは11万円もらって遊んでろっていう制度なんですよ。 僕らは11万円もらって遊べる世界だというふうに考えるんですけどそうでなくて優秀な人間だけが生産をやり優位に立ちいい生活をするのでそうでない人間は最低食っていくだけは保証してやるからもうせめて邪魔しないでくれと会社に入らないでくれと企業っていうのは有能なだけの人間とロボットとプログラムだけで運営したいと。 それ以外の人間を無理やり雇用するなんていうことをやりたくないのでお前らは毎月11万円っていう手切れ金払ってやるから一生遊んでてくれよとその代わりんだろうな世界でもあるんですよ、ね、このんだろうそのベーシックインカーにも光と闇があるっていうあたりが SF を書くときに。 ベーシックインカム小説を書く時のなんだ,面白さだというふううふに思うんですけどね。だから働きたいっていう人はいわゆる声優になりたいっていうのと同じで今僕らは声優になりたいとかアイドルになりたいっていうふうな女の子たち男の子たちを生温かい目で見てるんですけどもそれをベーシックインカムが導入された世界では働きたいとか人の役に立ちたいというふうのに対人に対して ひょっとしたら社会はみんな生温かい目で見るようになってですねでそれをそんなことができるのは一部の優れた人だけだよっていうような形になっていくんじゃないかなっていうのがこのベーシックインカム制度の恐ろしいところだと思います。これは言い方を変えれば国民を全員奴隷制度にする労働なき奴隷制度ですか自宅待機という奴隷労働を強いる社会とも言えるしあとんだろう 果てしなきかわよ、我を誘えっていうです、ね、SF があって僕これベーシックインカム制度を議論する時にみんなが絶対読むべき小説だというふうにだいぶ前から言ってるんですけどもそれはですね、SF なんですけども、まあ、人類が全員一度死んで,でもう一回生まれ変わるっていう設定なんですね。で リバーワールドっていってでっかい川がですねどこまでも平たい惑星の上にでっかい川が流れていてでそこに紀元前の人からです、ね、未来の人まで全人類が生まれ変わって生きてるって世界なんです。でそこで生まれ変わった時にみんながです、ね、弁当箱みたいなものを持って生まれ変わってあの生き返るんですね。でそれを何キロかに一つ川のほとりにあるです、ね、穴みたいなところに入れると1日3回そこからご飯が出てくると。 でその民族にぴったり合ったエスニック食が出てくるということで完全な食べるものが保障された世界いわゆるベーシックインカムっていうのが実現された世界みたいなのを書いてる SF 商説なんですけどもその世界に生まれ変わった人類が最初に何をやったのかっていうと他の人間の弁当箱を奪うことなんですよね。まあこれは アメリカ人だから考える。アメリカ人っていうのは地震が起きたら何が起こるのか暴動 <laughs> 戦争が起きたら何が起こるのか暴動とか <laughs> ですね津波が起きたら何が起こるのか暴動ということで,です、ね、いや日本人は別に津波が起きても暴動が起こんなかったし関東大震災でも暴動が起こらないし何かというと暴動を起こすのはアメリカ人だけだよって思うんですけどもまあまあアメリカ人はその発想なので,です,、ね、すぐにそういう世界に生まれ変わったら何をするのかというと他の人間の弁当箱を奪ってあっという間に そういうベーシックインカムの世界でもですね貧富の差が生まれていって力による支配ですねいわゆるマッドマックス世界が出てくるというふうに考えてそういう世界を描いてるんですよ。でそこまではないでしょうけども日本でもですねおそらくベーシックインカム制度が導入されて毎月毎月11万円もらえるようになったら僕らは多分僕らはということないですけど多分僕らの中の3人に1人ぐらいはですね心が弱いのでですねたった1人で 毎月11万円もらって好きに生きていいって言われたら好きに生きることに耐えられないんですねいわゆるアメリカ型の RPG ではなくてですね日本型の一本道 RPG でないと不安だという国民性が関係してくるんでじゃあ毎月11万円もらったらその11万円を預けることによって一緒に生活するような団体に入るんじゃないかな。いわゆるその 家族じゃないんですけどもルームシェアみたいのをしててそこの家賃が11万円とかですね、まあ、9万円ぐらいなんですよね9万円の家賃で賄い付きで,でそこに入ってると9万円のお金で毎日毎日住むところがあって適当に掃除当番とかしてでご飯当番も順番にしてでご飯作ってで2万円だけ自分の小遣いとして持っていてそれを使うという生活になっていくんじゃないかな。そうやって どういうふうにして暮らしていこうっていうのは誰かに決めてもらってっていうコロニーが日本中でこうボコ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 できるんじゃないのかなと思うんですねベーシックインカムのなんか好きに生きれる社会っていうのはちょっと僕らには負担が多すぎるような気がしてるっていうのもまあその SF を誰か書いてくれるとしたらですねぜひともそこに入れてほしいなというふうに思いますえ <ー S 3> 国民全員に毎月11万円支給フィンランドの社会実験ベーシックインカム ベーシックインカムの会ってね、ものすごいコメント多いんだよね。で、それも、まあ、お方としが言ってることがん、このなま外れだというやつもあれば、いやいや、こういうふうな理念もあるとか、いや、現にこの実験失敗したいと、いや、こういうふうなのもあるということで、なんかね、読んでるとね、勉強になるから、議論を進めるっていうのは、こういう形、やり方なんだってね、ちょっとまあ、みんなにも見てほしいんだけども、えー、俺はそれでも賛成派、実力のないものが、 淘汰されれば、コンテンツの質は加速度的に上がっていくだろうし、働ける人間はエリートっていう世界観の方が俺好みでもある。無論俺が無能側の楽園を押されるならそれでも構わない。いい加減日本の変わらない体制にも飽きてきたし、このままだとどうせ滅びる運命だからね。コロナという新択が訪れた今こそ、チャンスであるからこして、えー、どんな結末になろうと日本に風穴をあげてほしいものだよ。はぁ、あ、元気だね。まあ言ってることはあるけども、僕はやっぱ無能の楽園を押されるのはね、 超辛いよね。だから、俺ですら有能な世界っていうのを探していくと思うね。あの、なんかね、そのようふうな生き方の方が合ってると思う。えー、ベーシックインカムってやっぱしんどいところは、 あの、はいはい、子供はもうじっと座ってなさいで、あの、大人が全部よ用意するから。で、ちゃんと用意できた子供はそこで遊んでいいよっていうふうに言われても、子供ってお手伝いしたい、参加したいって言って、ゾワゾワゾワズワするじゃん。で、子供扱いして、子供はもう、あの、自分たちの部屋で子供同士で遊んでるんでって言われたら、すごいストレス溜まるじゃん。 ベーシックインカムがね、そう、うまくいって普及した世界ってそういう風になると思うんだよね。はいはいはい、無能な人はもう毎月何万円か、10万円か20万円かもらって一生遊んでなさいって言って、それで一生遊んでられるんだったら人類ってもっと早く幸せを見つけてたと思うんだよね。でもそうはいかないところが、まあ、ベーシックインカムの、まあ、ここから進む実証とかの面白さだと思います。マリオのゲームオーバーみたいなもんで、ああ、終わっちゃったーっていう感じに近いと思うんですよね。